経営の目的は人づくり。永続はそのための目標である。同経一体の人生づくりと経営。第二十四講義。品性を第一資本とする。皆さん、おはようございます。道徳と経済はもともと一体であった。道徳経済一体思想。M. B. I. 講師の久保山です。 さあ今日も同桂一体経営言論をもとにもに学んでまいりましょう本日のテーマは「品性を第一資本とし金を第二資本とせよ」もう思考が停止するような難しい言葉と内容ですね一体何なんでしょうか、まあ、同桂一体経営言論をお持ちの方は103ページからそしてお持ちでない方はいつものように 詳細のところから PDF でダウンロードできますので印刷してお読みになりながら進めてください。私もプリントで進めさせていただきます。さてそれではね、本文を本部に入りたいと思います。あの皆さんまずですね、今日出てくるこの「品性」今日初めて聞かれた方は、この「品性」という言葉の用語の統一をしましょう。ね。あの私が発する言葉と皆さんが頭の中でイメージする言葉が違うと、 全く違ったものを皆さんイメージして頭がどっか飛んでいっちゃいますからね言葉を一つ一つ定義付けながらねさて「品性とは」ということについてプリントの最後につけておりますが「品性とはより良いものの考え方と行動が習慣となったものです。より良い ものの考え方とと行動が習慣となったものですからいいですか社,社長の経営者の品性というね言葉が出てきますけれどもじゃあどうでしょうね経営者の品性という言葉が出てきたら経営者のその人のものの考え方と行動がより良いものとなってそしてそれが習慣となったものを品性といい。 そしてそれがその人を決定づけるものであるって言うんですよね、これ前回昨日の講義の中でお話ししましたよねそう頭の中でイメージしてくださいつまり全社員の社員の品性といえば全社員が集まった時のなんとなく醸し出される全体のその雰囲気しかしそれはね一人一人が集まっ で作られているものでしょうそれが社会社の社員の組織の品性だ組織の状態だというような内容が最初に書いてありますちょっと文章に入りましょうねテキストを読ませていただきますそのまま文章こう書いてあります企業を形成する要素は多岐にわたりますしかしね多岐っていうのは多方面にわたりますしかし 事業はは人人なり人は品性なりり品性これ同型一体で言われてますよね。事業はは人人なり人は品性なりり品性と言われるように基本的には人が企業のすべてを決めていきます。どういうことでしょうね。続けましょう。例えば資本を考えましょう、ね、資本ってここでちょっとストップ。資本って会社がね人が事業を起こそうとする時の元手となるものでしょ。ねえ。 自分で用意したお金を自己資本人から借りたものを他人資本そしてそれら全てを資本として商品を購入したり設備を購入したり準備したりそういったものを資本と言いますよね資本を考えましょうって言ってます続けましょう資本としては金土地設備技術情報データ等々さまざまなものが挙げられますが。 そのいずれをも、ここですね、ポイント。そのいずれをも利用するのは人です。そうですよね。改めて考えると。さらに続けます。従って、資本が有効に使われるか否かは人によって決まります。これもわかります。すなわち、企業の価値は人次第で大きく変動するのです。ここまでは、 わかりますよねここまではね皆さんも一緒じゃないですか皆さんの会社さまざまな業種業態の会社をお持ちでしょうけれどもその中で自分がトップが経営者が自分の大切なお金を資本としてもしくは印鑑をついて銀行から金利を払いながらお金を借りるわけですよねそしてさまざまな商品や そして様々な施設を活用しながら、毎月、費用としての給料というものを支払いしながら、ね支払いながら、社員、従業員、パート、アルバイトさん、皆さんとともに作り上げていくわけですよね。それが書いてあります。続けましょう。だから、企業を決定するのは、経営者を中心とした全社員の品性となりますという次の文章です。 企業を決定するのは経営者を中心としたいいですか経営者を中心とした全社員の品性ということになりますこれが実は前半の一番のポイントですよねイメージしてほしいんですよ社長がいらっしゃいます社長がいてそれを取り巻く幹部や社員まああの全社員の記念写真みたいなのを思い浮かべてください中心に社長さんいます そしてて全社員がそそこに載ってますその一枚の写真に写っている全員のものの考え方や行動が結果それが何かというとここに書いてある真ん中に四角で囲んでる組織品性っていうんですよ。組織品性一人一人は全く違います。 年齢も違います。当然性別も違う方いらっしゃいます。家庭環境とか、じいろんなものが違いますよね。さまざま違っていても、会社というな、会社という組織に縁あって、社長を中心として集まってるわけでしょ。では社長、この集まっている集団を、 どのようなものの考え方で前に進めようとしていますかそれを考えるの大事ですよというのが品性を第一資本にしまししまょううというこの提唱している考え方です小さくてもそうですよね居酒屋の店長居酒屋の大将をやってますうち社員3名なんですそうじゃないですかその3人が集い合ってるわけですよね その3人でおい俺ら3人だけどお客様を相手としてねお客様にこういうことで喜んでもらおうぜとか俺はこういう店を作ってそしてこうしたいんだということを伝えていくことによって全員がその方向に船で進,進んでいきますよね進んでいきますよねさあその時にその社長は何を根本に持って 何を根本に持って何を言ってるんですかっていうことなんですよ。その何を根本に持つかの根本に道徳を持てと言われてるわけですよね。じゃあ道徳とは何ですか最後にそのプリントの最後に書いてます。道徳とは人を礎し喜ばすにはどうすればよいかと思う心が道徳なりです。さあ皆さん前に行きましょう。 人を生し喜ばすにはどうすればよいかと思うその精神をもってして「大将居酒屋の大将部下に語れよ俺中心に語んなよ」って話ですよね「社長俺の利益そら金欲しくていいよ女にモテたいそれもいいよ中須で合流したいそ勝手にやっとけよ」ってしかし根本に道徳持っとけよって言うんですよ 道徳っていやいやいや俺中洲遊びとかしてるのにそんなこと言えんよいややりながら持っとけちゃだから持っとけって話なんですよ道徳って何かもう一回言いますよどんな人間でもやれることどんな場所でもできることなんですよそんなね竹林の七賢人みたいな綺麗事の世界じゃないでしょう生きるってみんな生きてるんですよみんな生きてる さまざまなことを持ちながら、ね、あのね、経営者が、もしくはこれを、ね、発信する側の人間が立派でなくてはならないというね、そのね、そういう気持ちでね、どこかちょっとね、ねじ曲がったような気持ちを抱えながらやると必ず否定,否定に入りますからね。お前なんだそれって。 なんだそれっってて正義的に言ってるけど実は違う自分ができない俺,でき俺,俺もやりたいんだけど俺はやれ,やれないなのにあいつはやってる何やってんだっていうこういう構図ですよこれ正義的道徳正しくない道徳とは道徳とは人を疫し喜ばすにはどうすればよいかと思う心が道徳でしょ 嫌な相手がいたとしてもその人間の役に立つにはどうすればよいかと思う心が道徳でしょでしょもう泣かすに飲み行って泣かすのねそのどこぞの,のクラブのママさん今から行くお店のママさんが「あ今日誕生日だな」あじゃあママさん喜ばすにはどうしてあげたらいいかなあのお店で役に立つには」ってねちらっとでもそっち側の世界に行きましょうよっていうのが道徳ですよね。 あのちょっとね勘違いしてしまいますよね。してしまいますよ。だからだからいいですか俺は学がないからとか俺は昔こうだったからとかもう関係ない今後どうしていくか今日から明日から自分が立ってる場所ね自分がいる場所でどうしたいのかそれが 矢印外側で生きるのか矢印内側の利己自分オンリーそっちで俺が私がねそういうところだけで生きるのかどうなのということなんですよ。もうこれにつきますよね。はあ、もうこのつまり今日の内容 ちょっとね内容テキストにもあんまり触れられませんでしたけれどもまとめますねつまり前半の段落に書いてあるのは品性を第一資本として金を第二資本とするその資本っていうのは通常は金が資本と考えられているもちろんそうですそうですそれでいいんですしかしその金や物や設備や商品を使ってお金をまた生んでいくのは社長と社長を中心とした それに携わる皆さん,なんでしょうじゃあその人たちの根本となるものの考え方がずれていってしまうとせっかく社長が準備したお金や資産や商品も結果より良い結果を生まないですよということが書いてあるわけですそれ全体の皆さんが集まった時の記念写真でカチャッと出てきた点数それが組織品性今現在の組織全体の ものの考え方や行動そしてそれを一般的には社徳というんですということが真ん中のところに書いてありますですから社長を中心として全社員のものの考え方を伸ばしていかなくちゃいけないですよねそしてその後半1枚目の後半には何が考え書いてあるかというと自分自身のその品性だけをね品性だけをよりどころとせよと。 いろんな物事がが情報が入ってくる不安になりますよね。今のような環境の変化が訪れてたらどう意思決定していいのかがわからないぐらいけれども社長違うよ会社経営は自分をね自分のそのものの考え方のみをよりどころとせよとそうしないともうあらゆるところにもうブレて揺れてしまう。ね。 いろんなもんいろんなことにねぶれてしまうっていうんですよ、ね、一流を携えろっていうことなんです一流をねもう本当にそうですよねそこに書いてありますだから真ん中1枚目の終わりの方にこう書いてあるいかなる困難のことあるもこれは広池ちくろの言葉です どんな困難があったとしてもいかなる困難のことあるも政府の特別の保護すなわち特権獲得を望むとか風紀の人お金を持っている人に金を借りるとかもらうとかね政党に頼るとかねそういったことするな!」って書いてる有力者もしくは無産者のために奔走しておいて後日の恩を求むる。 ええ、後日の,のを求嫌らしいですねつまりね昔こういうことしてやったやろうがって今回こんな風にしてせえよっていうようなことを言う方もいるじゃないですかね私も言ったことあります正直に言いますよ多数民衆の力を借りて多実の利益を求めんとするとかいうごとき、ね、そういうことっていうのはねこう書いてますね厳しい言葉で陰険老烈卑屈の精神 陰謙老烈卑屈の精神だけどもうそういうふうに言われたら私たち全員って言っていいんじゃないですかこれ聞いてらっしゃる皆さんも私もそうかもしれません私もそうかもしれませんそうでしたね陰険狼烈卑屈の精神で行動してますよだけど生きるっていうのはそうなんだってそういうねほとんどの人がそうなんだっていうことを認め合いながら 学びそして学ん,学んで前に進んでいかないとね全員がねはい排,排除されてしまいますよね <laughs> うんそして残ってるのは俺は立派だと思い込んでる人しか残ってないそういうことになっちゃダメですよね我々はね生きている人間なんだ生きていれば必ず失敗するんだって未熟なんだ俺も未熟あんたも未熟しかし俺も未熟みんな未熟ちょっと未熟かむちゃくちゃ未熟かの違いぐらい だから持ってるものだけは一流でありたいよねそしてわからないけど少しずつでも前に進みたいよねということを学び合う仲間が必要なわけですよね品性を第一資本とし金を第二資本とせよ金はもちろん大事否定しませんと2枚目に書いてありますしかしそれ以上に大事なものは社長社長を中心とした より良いものの考え方を行動としてそれを基本として行動を起こしそれを習慣とする品性そしてその根本とするものは道徳道徳とは人をしロコバすにはどうすればよいかと思う心を自然と心の根幹に置くそれが道徳経済一体の経営につながっていくだから品性を第一資本とせよというのではないでしょうか。 今日は以上で終わります。またお会いしましょう。